男は昼過ぎにこちらの住宅街の路上で女性に対し、包丁を見せ、金銭を要求したということです。警察によりますと、きょう午後2時過ぎ、西区城北町で、70代の女性が知らない男に包丁を見せられ、1000円ちょうだいと言われたと、近くの住宅に助けを求めました。殺すすぞみたたたいななそんなことは言,って言われたってて怯えてましたね、すごくね。ごく 女性にけがはありませんでしたが、女性は男が包丁を持って逃げたと話していて、警察が行方を追っています。